98年生まれの受講生の女性の方一人だけ最終合格をしました。あ、受講生に関してちょっと言いますと、このフェンシスタジオで韓国語とボーカルをオンラインで受講している方で、はい、フェンシスタジオです。今日は韓国の事務所ではなくて日本の事務所の話をしようかなと思います。簡単に紹介しますと、日本の会社が女性ダンスボーカルグループを企画してますと、そのためにオーディションを開催しますので、そのフェンシースタジオの受講生をぜひ応募させてくださいっていう、7人が応募をして、その中で最終的に1人が最終合格をいただいたっていう内容の映像になります。3月の初期頃だったかな、3月の頭だったと思うんですけど、会社の担当者の方にメールをいただいて、まずこのフェンシースタジオでミーティングをしました。ミーティングをしまして、担当者の方はその時は20代ぐらいに見える男性の方で、まあ、そのオーディションもそうだし、まあ、オーディションをしてそのまあ、グループを作った後の、まあ、プロモーション、こういうふうに宣伝していきますよっていう、まあ、そういう内容を話していただきました。はっきり全部覚えてはないんですけど、まあ、日本のグループではあるけどちょっとやっぱり K-POP チックなグループを作りたいっていうのと、デビューしてから約1年間、まあ、プロモーション費用として約2000万ぐらいを考えてますっていう、まあ、内容はだけはちょっと覚えてます。1時間ぐらいミーティングさせていただいて、その、まあ、資料とかまとめてそのペンシスタジオの LINE 受講生が確認できるように流しました。その7人の受講生の自己紹介とダンスとボーカルの映像を撮影して会社に送って、まあ、皆さん無事に通過をして、二次オーディションの時には大阪の心斎橋にある会場に受講生が直接みんな行って審査を受けました。まあ、その審査、私たちがその撮影する時はその受講生が、まあ、K-POP もそうだし J-POP も、まあ、自分がしたいパフォーマンスを撮影させていただいて、2次の時には会社からですね、ボーカルとダンスとラップ、その課題曲と内容が決まってました。それを皆さん、まあ、内容みんな同じなんですけど自分なりに覚えて練習して持っていってパフォーマンスを見せたっていう内容です。あと参加した方々に聞いてみたら、パフォーマンスをする前に約1分ぐらい自己 PR の時間があったそうです。自己紹介とか、まあ、自分の性格とかなどなどですっていうのがあって、しばらく最近ずっとそのオンラインでその画面で担当者が見てくれて、オンラインで審査を受けるっていうことぶりにとか、初めてそのやっぱその審査員の方がいて対面で審査を受けてみたらすごく緊張したって話してました。やっぱり、まあ、直接その目の前に審査員がいてこう対面で見られるっていうのは結構感覚がだいぶ違うと思います。結果と言いましては、結果から言いますと、98年生まれの受講生の女性の方一人だけ最終合格をしました。あ、受講生に関してちょっと言いますと、このフェンシースタジオで韓国語とボーカルをオンラインで受講している方で、和歌山に住んでて特にダンスが上手な生徒さんでした。頭も良くて性格も良くて、そうですね、レッスンも休まずに受けてる真面目な受講生の方でした。今年、まあ、その年齢ってこともあって今年就職をして、まあ、やっぱり年齢の関係で韓国の事務所はまあ、ほぼ諦めてるっていう状況だったんですけれども、まあ、その私が提案をして日本の事務所も積極的に受けてみたらどうですかっていうことで合格まで行って、とても良かったです。この間
その三宮まで来てくれて、あの一緒にお祝いの食事をさせてもらったんですけど、後で話を聞くと結果的にはその、まあ、最終合格した後の、プロセスに関してはちょっとお断りをしたそうです。で、あの事務所は平日に2回、週末に1回、土曜日、あ、日曜日だったんですかね。で、あの5時からその3ヶ月間その最終合格をした皆さんでその3ヶ月間練習をしますよってことだったんですけど、まあ、受講生の方はやっぱり就職して会社勤めをしていたので、やっぱ平日5時から参加するっていうのが結構難しくて、まあ、事務所もその受講生の会社も調整がなかなかできなくて、それで最終的には今回はあのちょっとお断りさせては、最終合格まで行った初めてのオーディションですし、あの今回のことで結構あの自分がやってきたこととか、そういうなんていうんですかね、そのやってきたことに対して結構自信が持てたっていう印象だったので、あ、とてもあの良かったです。会社はその、まあ、事務所の話をしますと、3ヶ月ぐらいの準備時間を持ちまして、最終的なあのデビューメンバーを決めて、その関西を中心であの全国的なプロモーションをやっていくそうです。本当にうまくいってほしいですね。あのたくさんのファンができて、長く長くあの活動していけるグループが作られたらいいなと思ってます。まあ、今回の事例もそうだったんですけど、やっぱ日本の事務所は多少年齢があっても23歳、24歳までオーディションにこう応募できるっていうのがすごく長所だと思います。韓国の事務所と違って、なので、まあ、そうやっぱ20代の方で韓国の会社を目指してきたんだけど、そろそろ日本の事務所も見てみようっていう方は積極的に日本の事務所も受けてみたらいいんじゃないかなと思います。私たちフェンシースタジオは韓国の事務所はもちろん日本の事務所とも積極的にそのオーディションも生徒さんたちにプッシュしていこうかなと思ってます。はい、映像が面白かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いしますね。ありがとうございました。감사합니다。